こんにちは。霊夢です。マリサです。不乱だよ。今回は、前回の第3拠点からの続きなのですが、まず、ダークテイクオーバーの私たちの基本方針を話そうと思います。これはトキシックピーだな。ここでは、キャラではなく上のゲージに注目してほしいわ。ひまわりアイコンの横の数字は何？あれは、拠点に入っている植物とゾンビの数だよ。うん。で、植物がゾンビより多い場合に、ゲージが増加していく。このゲージは累積して増加していくの？そうなのよ。一瞬でも数が上回れば、少しずつでも溜まっていくの。だから、とにかく突撃してスキル1の爆弾を発射し、爆弾から逃げるために、敵が拠点から外れるよう仕向けているんだな。また留守をつけたわ。守備側は、拠点内を例にするのはまずい行動なのよ。この試合は本編と違って、ついてきてくれる人が少ないな。ローズの人だけ、いつも一緒に突撃してくれているね。BF のラッシュも同じだけど、攻撃側は、徹底的に集団で近接戦闘を行うのがコツよ。それはどうして？それは、リスポン地点が、攻撃側は100メートルくらい後ろなのに対し、守備側は30から40メートルくらい後ろの、すぐ近くでリスポンするからなんだ。だから、打ち合いをしているだけでは、攻撃側はどうにもならないんだな。実際、拠点の外にいる守備の人を、無視しても構わない。これ、体力の多いゾンビが攻め側ならどうかな。極端な話、全員で一斉に拠点に入るだけで、植物側は全く止められないと思うぜ。動画の方は、一気に押し込めたわね。この試合は次の拠点で止められてしまうの。電気ブレインが2体いたので、無理だったわ。ここで守備側から見た、短い動画をどうぞ。まずはリスポン地点から、拠点までの距離を見て。これは一番遠いところにリスポンしたな。普段はこの辺りだよね。うん。で、一番遠いところでもこの程度の距離よ。つまり、守備側はどんどん補充されるから。攻め側は、打ち合いで切り取り合戦しているだけでは、ラチが開かないんだな。で、この試合は、敵が全然攻めてこないのよね。何してんのかと見に行ってみたら、家の上でポケっていたんだ。その後、壁のこっち側にさえ入ってこないという。これ、侵入口は正面だけじゃなく、6箇所くらいあるんだけど。うは、自陣の屋根にハイパー使って登ってる人がいる。実はこれ、アジアサーバなのよね。ついでに、こんな簡単に取れるという例もあげるね。もちろん、北米にもポテチはいるんだけど、突っ込む人も何人かいるので、一方的な試合は少ないの。あ、みんなやる気満々だな。敵の迎撃体制が整っていないうちに、攻め込む気ね。敵は、中央の前に出ているので、まずはサイドから侵入するわ。BF での経験から言うと、アジアでも、日本や韓国はレベル高いんだけど。うん。特にコンクエストのような、守るときはがっちり守るルールは得意だと思う。ただ、ラッシュ系のルールって、ほんとラッシュがミソなのよね。キルデッヒ、何それ美味しいの？っていう命知らずが多いほど、ラッシュの攻め側は強くなる。これは2回のアタックで、第1拠点を取ってしまうの。どんどん味方が入ってきてくれてるね。本来、どのマップも、第1拠点は比較的容易に取れるようになっているわ。ちゃんと全員で突っ込めば、守備側はとても抑えられないんだな。この試合は、圧勝だったのよね。およそ15分で、第6拠点まで制覇したわ。すごい勢いでシトロン入ってきた。さてさて、動画は本編の、第3拠点での攻防に戻ります。これはチャンスだな。うん。電気ブレインの人が、拠点と関係のないところにいるからね。現バージョンでは、エレクトロブレインに拠点でちゃんと仕事されると、なかなか突破できなくなるわね。ところで、B シューターは、今のところ3つほど戦い方があると思っている。一つは、今やっているように、スキル1と3を使ったバカ突だな。戦力で劣る植物側は、誰かが突破口を切り開かないと、なかなか進めないね。二つ目は、スキル2を使った立ち回りよ。ガトリングに変形できるんだな。うん。固定砲台になるけど、かなりの瞬間火力を出せるようになるわ。インプのロボットを破壊するときなど、切り札になるようね。この動画では、最後の最後に出てくるよ。そして、三つ目はスキル3とメイン射撃で戦うタイプよ。飛び跳ねを駆使して、通常射撃で戦うんだな。でも、それって難しくない？ B シューターは、弾速があまり高くないので難しいはずよ。ところが、これですごく強い人がいたんだ。しかも、基本 P だったので、直撃が必要だったのにね。どの世界にもすごい人はいるものだわ。あ、これは美味しいわ。乱戦の中に、爆弾を投げ込んだんだな。よし、決まった。爆発するまで少し時間がかかるんだけど、ごちゃごちゃしてるとよく決まるわ。
ところで、ピーシューターって、10種類もいるけど、どれを選べばいいのかな？もちろん、気に入ったのを使うのが一番よ。ただ、迷っている人は、属性付きのものから選ぶといい。このゲーム一般に、火力自体は属性なしのものが最も高くなっているんだ。でも、対人戦で全弾直撃させるのは、難しいよね。うん。だから、多くの人にとって、属性キャラは選択肢の一つとなりうるはずよ。特にどの属性がいいの？火は間違いが少ないな。うん。ソルジャーの火だけはちょっと癖が強いんだけど。基本的に、火属性を選んでいれば、標準以上の強さが手に入るわ。氷属性は、全体的にマイルドな火力なんだが、敵に使われると、非常に嫌な感じがする。移動力が落ちたところを、その他の敵から集中攻撃されるからね。トッピーは、多分一番人気だ。派手さはないけど、確実にじわじわ役に立っているはずよ。特に、接近キャラと毒属性は、相性がいいわね。お、第三拠点突破したな。ここで、蘇生についてなんだけど、専門職のひまわり。ゾンビ側はサイエンティストね。うん。それらは蘇生にかかる時間が短く、また体力満タンで復活させることができる。このゲームモードは、蘇生は専門職に任せて、他は、蘇生に関わらなくてもいいんだな。さっきの場面も、復活地点がより先なので、本当は復活させなくてもよかったんだけど。BF と違って、チケット消費がなく、時間だけの勝負だからね。ただ、兵士の士気に関わるから、余裕があるときはするという選択もありだと思うわ。やっぱり復活させてもらうと、頑張ろうって気になるからな。と話している間に、第4拠点の攻防が始まったわ。サイエンティスト強い。回復薬なのに強いのよね。おや、ワープゾーンができてるぞ。これは右サイドね。右サイドって、確かすごく近くなかった？うん、どれくらい近いか、この動画を見て。今ここに、ワープがあるわね。あそこに何か見えるな。緑の煙が上がったけど。うん、もうここがワープポイントよ。動画は元に戻ります。この第4拠点は、防御が硬いんだよな。それはどうして？防御側のリスポン地点が、あの大きな門のすぐ後ろなの。ということは、20メートルぐらいなのね。この電気のラインは、電気グレインが近くにいるぞ。少し上の方から撃ってきているわ。ちょっとわからなかったわ。次は、少し中央から左気味に行ってみようか。あそこが舞台だな。おっと、敵ソルジャーがいたわ。拠点から離れているから、無視した方がいいわ。この紫のガスはなんだ？敵ソルジャーのスキルよ。こちらが入るとダメージを受けるわ。電気グレインの方向がわかったわ。って、壁貫通してきてんじゃん。これは？ちょっと裏を見に行ってみようか。こんなの初めて見たぜ。どういうことなんだろう。あ、いた。画面の上の方ね。なるほど。グレイン系はジャンプが高いから、あそこに登れたのね。もう、あれは無視しましょう。まったく、イモポイントを見つける天才だな。あれ、撃たれてる？リスポンポイントから撃っている人がいたわ。どのマップも、だいたい第4、第5拠点あたりは硬いわね。って、今、火が見えたぞ。これは、インプのリトルドレイクのロボットよ。あ、よく考えると、この強力な奴が拠点にいないってことじゃん。これはチャンスよ。お邪魔しまーす。エンジニアのスキルで、スタンさせられてしまったわ。うわ、電気グレインにも攻撃されてる。もう一息だ、頑張れ。よし、取れたわ。復活地点はこの場所よ。乱闘狩りだ。ある程度片付けないと、リスポン地点が上がらないからね。うわ、また電気グレインか。ちょっと次の動画を見て。左下の体力の数値見ていて、113からよ。これが、電気グレインの連鎖ダメージなのね。スローでもう一度。0.3 倍でもこの速さか。さっきのは、私たちは直撃だったから、30しかダメージ受けなかったけど、横にいたサボテンは、連鎖ダメージでやられてしまったのね。と言ってる間に、第5拠点に突入だな。第6まであるんだけど、実質的にここがラストよ。あ、植木鉢に凍らされた。第6拠点はどうなってるの？第6はちょっと経路が違うの。ストーリー重視になっているわ。みんなに紹介できるといいな。ところで、ワープ地点は左サイドね。ここは、ワープ地点さえ確保できれば結構近いわ。とにかく突っ込むぞー。やば、ショットガンで削られた。
うわ、電気ブレインが半分隠れて撃ってる。はっきり言って、ポテチブレインでも強いわ。で、最近はあまり使わないって風潮があるんだよな。うん、使える人が使うとゲームが崩壊するから、自主規制のようなものよ。私たちも、エレクトロブレインとシャークバイトは使ってないわね。にしても、大混戦だな。これぞプラント&ゾンビの醍醐味だわ。すぐ横に、インプのロボットいたね。おもろい。さあ、ここまで来たら、負けるわけにはいかないわね。さっきの拠点を乗り越えてきたチームだから、必ず突破できるはずだ。このマップは、防御側はワープゾーンを潰しに来た方がいいわ。ワープゾーンから近いから、Pシューターなら何度でも強襲できるのね。ブレインに、インプに、サイエンティスト。接近戦強いのがワンサカいるぜ。あら、この帽子かわいい。まだよ、まだ諦めないわ。ここは、互いにリスポン地点が近いから、大激戦になるわ。やっぱ、植物側のエース、Pシューターが、突破の鍵になるぜ。現在、植物とゾンビの戦力差が大きいから。植物側の時は、毎回本気でやるしかないのよね。最近は、攻撃の時はほとんど特殊スピーになっているわ。とにかく、チームを前に引っ張って、道を切り開くんだ。残り1分、覚悟を決めていくわよ。よし、ボムがいい位置に落ちた。味方がどんどん入ってきて、これはいける。取った。拠点を重ねるごとに、どんどん勢いがついてきたわ。で、第6拠点は、上のゲージがトイレットペーパーね。最後は、いろいろなものをアクティブにしていくの。見ていて。ちなみに、ここは抜け道よ。守備側はここを知らないと、正面の門だけを守ってしまうのよね。ここが正式に降りてくるところだな。ちょっと道間違ったので、戻るわ。間違えたのか。あ、何人かもう守っているわ。最近は、アジアサーバのレベルも上がってきたんだけど、最後まで来たことない人が多いのかもしれない。この動画の後、アジアサーバでもここまで来たんだけど、敵も味方もずっと上で戦っていたな。特に、敵が全く地下に降りてこなかったんだよね。うん、結局、18アイテムのうち、14を一人でアクティブにしたわ。しかし、たとえ分かっていたとしても、守る範囲が広いので、守備側はほとんど止められないな。攻撃側への、ご褒美のような拠点なのね。地下には3つ部屋があるんだけど、守備側リスポン地点に近い、次の部屋を残さない限り大丈夫よ。次の部屋は、ここと繋がっているのね。Pシューターの移動速度アップスキルは、いろいろと便利だな。すでに味方も入ってきているようだわ。ここはゾンビのギャラリーね。今は何をしているところなの？これはエミラクザキをしているんだ。ちょっとこれを見て。あ、上からひまわりの絵を描いたのね。うん、すでに手分けして、みんなで落書きしたようだわ。あと、最後の部屋で、鎖を切らないといけないんだ。やはり、地上に敵がワンサカいるわね。地上にも、2つ重要アイテムがあるの。トイレットペーパーなんだがな。ここは爆弾だけ投げて、さっさと通り過ぎるのね。ここでレベルアップしちゃった。うわ、光で敵が見えてなかった。このレベルアップの仕様は、あまり良くないと思うわ。さて、あとはこのホールの中だけね。うわ、全員集合ですごいことになってる。これ、進めるのかな？このカオスな感じが、プラント&ゾンビのたまらないところね。部屋の入り口にたくさんいて、この道抜けられないわ。よし、ここから入ってしまおう。お邪魔しまーす。うわ、お虫どこから湧いて出た。安心しろ、峰打ちだ。どこだよ。ここでスキル2のピーガトリングを発動。さこれ、必殺技。守備側でピーシューター使うときに、特に有用だわ。私たちは守備側では、コーンをよく使うけどね。あっという間に4キルだぜ。残りは、奥の一つだけね。ショットガンのサイエンティストが、二人守っているわ。後ろに爆弾置いてった。一人は爆弾でやったわ。よし、もう一人も仲間がやった。なかなかの演出ね。全員勢揃いするところがいいな。うん、この瞬間がたまらないわ。勝因の一つは、接近色が揃っているところかな。うむ、
攻撃側はインファイトだぜ。サボテンは、守備側でも考え方の難しい職よ。この老将、全部ゾンビ側じゃん。なんかお前らも嬉しそうだな。勝った方は、ポイント 1.5 倍で計算してほしいところね。ということで、無事クリアできたわ。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。まったねー。